はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プロクリエイトの使い方を紹介していきます。昨日から6月になりましたね。なので、今日はですね、6月にちなんで、雨の描き方をプロクリエイトで紹介していきます。かなり使える技なんですけど、すっごい簡単なので、今日はぜひ覚えていってください。で、まあ、この雨の描き方と、あとは画像の上にこうやって文字が乗っかったようなデザイン、レタリングとかスクリプトとか呼ばれるんですけど、そういったデザインを作る、まあ、簡単なやり方、おしゃれに作る方法っていうのを今日は紹介していきます。はい、じゃあ始めていきます。今日はキャンバスのサイズはスクエアで始めます。で、こんな感じでちょっとね、なんかソーシャルメディアとかで使えそうな、画像のサイズにしてます。で、この中に一番最初写真を読み込んでいくので、右側に写真アプリ立ち上げて写真選んでいきます。で、私もね、インスタグラムとかどんどんやっていきたいんですけど、なかなかね、最近時間がなくてできてないんですけど、まあ今日はね、ちょっとインスタで、投稿できそうな画像を作っていきます。で、画像をこうやって読み込んだらサイズ調整ですね。ズームしてあげます。で、画像を整えたら、この上に文字を書いていくんですけど、ちょっと文字を書きやすいように、黒ベタを1個挟みます。一番上にレイヤーを追加して、で、ここに黒色でスポイト取って、もうバケツで放り投げてあげます。こうしてちょっと下にこの黒のベタを作ってあげる。で、この上にレイヤーをまた追加して、ここに白いペンで文字を書いていきます。ちょっと下の黒のレイヤーの太め度を下げます。で、ブラシはですね、今日はちょっと自分で作ったやつを、カスタマイズしたやつを使っていきます。で、私今、このおしゃれにかっこよく文字を作るためのブラシっていうのをすっごいたくさん作ってて、で、これにね、めっちゃ時間がかかってるんですけど、皆さんね、この画像とかに、こう、シャシャって文字をさらっと入れて、ちょっとかっこよくしたいみたいに思ってる人いると思うんですけど、まあそういう方のためのブラシセットっていうのを今、すっごい頑張って作ってます。近々公開するので楽しみにしておいてください。で、今日はこの中の一つのブラシを使っていきます。で、まずはじめにですね、ちょっと鉛筆の 6B でさらっとこの文字の当たり、ポジションっていうのを薄く書いてあげます。で、鉛筆で描けたら、その上にもう一個レイヤーを追加して、ここに本書きですね、押していきます。で、今回は自分のブラシの中、ドルフィンっていう名前つけてるんですけど、それでやっていくんですけど、皆さんは、スクリプトっていうブラシが確か入ってるので、デフォルトで。それを使ってもらっても大丈夫です。それに似たようなブラシです。で、こっから下の鉛筆 6B で描いたところを見ながら、そこの上をなぞっていくような感じで描いていきます。で、私もね、まだまだこのレタリング、スクリプトデザインって呼ばれるものがですね、なかなか上手に描けなくて練習中なんですけど、なんでね、今日も何回も何回も失敗しながら描いてますけど、まあね、こういうイラストにしてもね、スクリプトにしても、最初からはうまく描けないので、何回も何回も練習して、私もどんどんね、このスクリプトデザイン上手くなろうと思ってます。皆さんもね、いっぱい練習してください。で、ちょっと雑談なんですけど、昨日ね、私、皆さんにどの iPad を使ってるんですかっていうのをコメントで募集したら、結構ね、12.9 の iPad Pro 使ってる人が多くて、私はびっくりしました。やっぱり、本気で書いてる人もいるんですね。12.9 結構でかいですけど、やっぱり書きやすいのかな？重いのは慣れましたっていうコメントが多かったですね。で、まだまだね、コメント募集してるので、よかったら何の iPad を使ってるか教えてください。で、私が今まで紹介しているこのチュートリアル動画、iPad のチュートリアル動画は、全部この Apple Pencil 対応している iPad だったら全部同じことができます。アプリはダウンロードしてもらわなきゃいけないんですけど、基本的には全ての iPad プラス Apple Pencil でできることしか放送してないので、iPad mini の5世代目とかでも同じことができるので、ぜひね、トライしてみてください。でですね、話してるともう文字が書けたので、さっき下書きで書いたこの鉛筆のレイヤー、もうこのレイヤーは、削除で消してください。で、こっからこの本書きで書いた文字っていうのを、サイズ調整していきます。
で、次ですね、画像の色の調整についてちょっと話していきたいんですけど、この手前にある文字をもうちょっと目立たせたいと、読みやすくしたいっていう時に、ちょっと2パターンほど、画像の色調整の方法を紹介していきます。で、1個目が、まずですね、画像の色そのものを変えちゃうっていう方法です。画像レイヤー選択した状態で、この上の調整レイヤーのところから、色相彩度明るさっていうのがあります。ここで、明るさ、一番下のバーをこう下げてあげたりすると、画像が暗くなって、前の文字が見やすくなったりします。あとは、調整レイヤーの中にもう一個カーブっていうのがありますね。カーブでも大丈夫です。カーブっていうのはトーンカーブって言って、こう、コントラストとかを操るときに、いじるバーみたいな感じなんですけど、これでも色調ができます。で、この調整パネルのところからのやり方でもいいんですけど、このやり方でやっちゃうと、一回この調整がフィックスしちゃうと、こう、戻って再調整ができなくなっちゃうんですよ。なので、これでやっちゃうとね、後からちょっと困ったことになるので、今回はその画像と文字の間に、この黒ベタを挟んで、ここで調整していきます。で、この黒のレイヤーを開いてあげると、下に、ブレンドモードと呼ばれる、項目がたくさん出てくるので、ここでいじってあげると、まぁ、ちょっと効果がまた変わったものになりますね。例えば、オーバーレイとか、あとハードライトとか、ソフトライトっていうのがあるので、ここでやってあげても、すごいイメージが変わります。で、今回はこの焼き込みリニアっていうブレンドモードにして、不透明度は60から70ぐらいにしてます。で、このままでもいいんですけど、やっぱりこの画像の一部だけをちょっと明るくしたいっていう時あると思うんですけど、その時は、レイヤー選択して、ここにマスクっていうのが出てきます。マスクを選択してください。で、マスクっていうのは画像の一部を非表示にしてくれるモードなんですけど、例えばこれで、ブラシ、ソフトブラシ取って、で、このレイヤーマスクっていうのが選択されているところを確認してから塗ってあげる。そしたら、この黒ベタのところが一部が非表示になって明るくなるんですよ。わかるかな？でね、ちょっとマスクの説明が難しいんですけど、マスクを解説した動画っていうのは別に出してるので、よかったらそれ概要欄の方からリンクジャンプしてください。まあ、つまりマスクっていうのは画像の一部を非表示にするモードです。それがマスクね。で、こうやって明るくしたいところ、この建物のところと、あと地面のちょっとと、あとこの傘の男の人のところを黒でなぞってあげると明るくなります。で、ここまでできたらちょっとね、エフェクトを追加していきたいので、上にレイヤーを1個追加して、ちょっと赤を取りますね。赤を取って、レイヤーのブレンドモード、ここは、ソフトライトっていうのに変えてください。下のタブの真ん中かな、コントラストのグループの中にソフトライトっていうのがあります。で、このブレンドモードにしてあげた状態で、ソフトブラシを取って、ちょっとね、この赤のエフェクトを追加したいところ、を塗ってあげます。で、そうすると、こうやってちょっと塗ったところの赤のサイドっていうのが上がって、少しね、ちょっとおしゃれな感じになるんじゃないかな？どうかな？はい、こんな感じです。で、ここまでできたら、最後仕上げですね。雨のところを描いていきます。最後に雨です。で、描き方なんですけど、まずレイヤーを1個追加します。この文字の、そのすぐ下、文字のすぐ下にレイヤーを1個追加する。で、ここに描いていくんですけど、ブラシを変えましょう。ブラシはね、エレメントっていうグループの中にある、雪のタイヤ跡かな？っていうやつを選んでください。で、このブラシで、色は白を取って、
で適当に画像のところをこうシャッと書いてあげる。本当にこれ適当で大丈夫です。適当に書いてください。で書けたら、これちょっと今ね雪っぽいじゃないですか。でこの雪っぽいのを雨に変えていきます。で変えるときは左上の調整パネルからモーションブラーです。でモーションブラーっていうのは、例えばこう動きの速いものとかをカメラで撮影するとこうシュッてこうなんかブレるじゃないですか。でそのブレを作ってくれるのがモーションブラーです。でモーションブラー選択して、画面をアップルペンシルでこうやってスライドさせてあげるとですね、こんな感じで雨っぽくなるんですよ。玉がこうシュッてなる。例えばこれ横向きにやると横向きにブレる。で斜め下だと斜め下にブレると。なのでこの状態でこの雨の向きっていうのを定めてあげることができます。あんまりねやりすぎるとちょっとやらしいので、これくらいかな、だいたい 30% ぐらいにします。 OK。で、今ちょっと雨が白すぎるので、レイヤーの不透明度をちょっと下げてあげて、で、なおかつ、このブレンドモードっていうのを追加にしてあげます。追加です。で、追加はね、ちょっとこうパキッとなる、こうピカッと光ったような表現ができます。で、追加にしてあげて、もうちょっと不透明度下げようかな。これぐらい。はい、こんな感じかな。こんな感じで、ちょっとビフォーアフターね、雨がありで、なし。ありで、なしです。だいぶこれつけるだけでも変わりますよね。なのでこんな感じで雨の表現を描きたいなっていう時はモーションブラーを使って描いてみてください。はい、ということで今日はこんな感じで完成にしたいと思います。どうですかね。もうちょっと画像のね色を黒くして文字目立たしてもよかったかもしれないですね。はい、ではね、6月ということで、すごい雨も降ってくるかと思うんですけど、雨が降ってきたらお家でこもってぜひね、iPad でお絵描きしてもらえればいいと思います。で、私のチャンネルではこうやって絵の描き方だったりとか、あとはおすすめの iPad の使い方とかをたくさん紹介しているので、まだチャンネル登録してない方はぜひね、ポチッとしていただけると嬉しいです。はい、ではでは、今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。